今回は最初から最後まで信用奴隷で終わったカリオストロのおっさんに対するユーザーの反応を紹介します。ネタバレが含まれます。すげえなこのおっさん。交換奴隷、信用奴隷のままダブルエドモンの殴りがいのあるサンドバッグで終わった。愛嬌すらないのがむしろすがすがしい。むしろこのまま人類のために異性すら欺いたプリテンダー伯爵としてカルデアに来られたらどうしようって感じだったから敵でホッとしちゃったよね。ここまで愛着湧かないでうざい敵のまま爆散したのはマジですごいと思う。この味方ですよのシーン思わず嘘だーって声に出しちゃった。どのツラフレンズ機体の超大型新人じゃねえか。今までの人と違って鉄頭鉄尾縁も思い出もクソもないから面の皮が厚すぎる。保守的にピックアップに食い込んでくる可能性あるが本気でどの面下げて。岩窟王目的で狙ったらこいつの宝具が上がるとかありえそうだよな。岩窟王星5だからこいつは引けたが岩窟王は引けなかった可能性低くなるのは救い。裏切るやろな。矢印はよ裏切れ矢印ほら裏切った。こいつ剣豪の時のリンボ真似して不死身とかしてるけど霊覚を破壊されたら普通に死ぬまがいものだから。マジでいろいろパクったけど完コピできてないからいろいろと残念なやつ。面白いけどつまんねえ男、カリオストロ。とっとと殺して安心したいから早裏切ってくれんかな。と思ってたら粘りやがった。ただ殺す時も処理感強めで別にスカッともしなかったあたり徹底して勝ちがないよなこいつ。まあ味方ですよって言われて本当？そんなわけないやろと思ってたので裏切ってきた時せやろなって気持ちだったし。ただよリンボの2番線時間で彼の個性が感じられなかったからなんかこう、って感じた。フレアマリーは残り物だし、ドワイドモンの計画にただ乗りしただけだし。こいつが一からやったこといず何？って感じなんよな。そのムーブリンボで見た、というかリンボ未満だからむしろ見習えやっていう。クソつまんねえカス。って印象がここまで一致するキャラも珍しい。何から何までリンボ未満で終わった。リンボの方が平安京あるだけオリジナリティあるよ。生命公安の聖杯戦争に乗っかったがこいつよりはオリジナル色出してた。道家を演じている策略家のリンボ。策略家を演じている道家の伯爵。ただそれだけのことだ。なんだこのリンボのコンパチ。から本当に劣化リンボで終わるやつがあるか。カリオストロは内面がガランドーらしいし、リンボの所用で出力した結果、あのなんとも言えない小物になったんじゃないのかな？こういうやつほどカルデアに来たら愛着湧くんだ。俺は詳しいんだ。星の人でこいつだけ星4なの妙に納得してしまう。君なんか写真と違わない？ミリも信頼してなかったからこそ逆にすがすがしく見ていられたから割と好きになっちゃったな。クラス相性だけはリンボに有利なのちょっと笑いがこみ上げてきた。リンボ、お前面白い男だったんやな。悪人だけど愛嬌があるってアドバンテージなんだなってわし様やレジライとかを再評価するきっかけになった。カルデア来たらお前もトンチキやるんだぞ伯爵。オルガマリークエストどうすんねん。伯爵は煽るために録音してるよきっと。巨大機構に行くのはエレメンツ全部ぶっ倒せたらとか言ってたから録音分体は用意済みなんだろう。キャラとしての内面描写がほぼないせいでこういうキャラだからこう動いたではなく、こう動いたからこういうキャラという評価になってる感じがする。そのせいで空っぽっていう描写が出てきてもリンボの空っぽと被って見えてしまう。違いをこれからもっと知っていきたい。リンボはなんだかんだアトラスとはなんぞやとか言ってて変な面白さあったからな。伯爵そういう笑い女すらないのはすげえよ。いや最後の顔ドアップはシュールだったけど。いっそこいつが本当に人類側だったらキャラ立っていたかもしれない。いっそそれだったら面白かった。どう考えてもこのうさんくささで人類側ですわ前情報なくても無理だよ。何がリンボ未満かってこいつ負け顔ができないんだよな。リンボは何かやらかすたびに痛い目見てんん言ってたけど。カリオストロは予想外のことや反撃を食らった時も。ほんでみたいな態度を崩さないから親しみが湧かない。空っぽなんだから悔しいって気持ちも湧かないんでしょ。悪役としてどころかサンドバッグとしても二流なのは死と唯一の星4も納得だぜ。リンボ、お前すごかったんなぁ。適正クラス差ですとなってる時点でお前マジかとなって。まさかつまんねえ敵のまま殴り切って終了とは思わなかったぞ。もうちょっとすとかないんですか？そうですか。ってなるやつな。私は生粋のプリテンダー裏切りのとこそ俺がありかた。
みたいなこと叫んでる奴味方として信用できるわけねえだろって笑った。どうしてダクラスプリンはエリちゃん、いえ、LA、水着バーコ、ダガーや二の王子ダガーと誠実なメンバーばかりじゃないか。正直それを誇らしげに言う時点で、お前本当にそれで良いの？となった。この辺読んでて、ねじ曲がる性質有してんのにこっちを騙し切って勝ったオベロンには到底プリテンダーとしては勝てねえよ。と思った。すっげえ嫌味な言い方すると絶対格を落としたくない中二病みたいなやつじゃねえかな伯爵。言えて妙で草。ヤマタノオロチの擬人化じゃねとか言われてた時が懐かしいな。ヘビボイのは詐欺師とかそそのかすイメージからなんだろう。たまにはいてもいい大物のつもりでいる小物ポジ。狙って作ったキャラなのか。出来上がったらこうなったのか。つまんねキャラなのは狙ってると思う。すげえバランスで味が出てる不思議なキャラ。こいつドーマンみたいにおままごとに参加するしかもノリノリでとかできんのかな。頭空っぽの方が夢詰め込めるっていうぜ。なんというか総称メインビジュアルの伯爵が強キャラオーラ放ちすぎてるせいで、イラストからイメージしていたものと作中を出しされたものの乖離がすごいんよ。なんならクリアした今でも誠カリオストロ伯爵の存在を期待してる。けどこういう空っぽのやつがカルデアに来て心の穴を埋めて最後に陽光炉に沈んでいったら俺感動すると思うんだ。裏切られた時にでも裏切った回数なら三男さんの方が多いんだよな。ってなってしまって一人笑ってしまった。絶対裏切るだろって思ってたから。裏切られたことに何の感情も湧かないのが良くない。こいつ生前から関係者にずっとガランドー言われてたけどマジでここまで虚空にガランドーありきな嘘つきおじさんでいたとは思わんやん。作中でもリアルでも面白くないという評価が一致するの逆に面白いな。顔と声は良いのでは。このガランドーがマイルームで何話すか興味あるから聞きたい。キービジュでぶち上げたプレイヤーの期待を裏切ったという意味でプリテンダーにふさわしい。こいつがつまんねえ男なのは全くその通りなんだけど、ライターはよくもまあここまできっちりガランドーなキャラを描写できたものだなと感心してる。いやいや見抜きでマジに。中身のあるキャラって実際いくらでも詰め込めるからある意味書きやすいけど、何もかも全部パチモンである程度予想のつく行動しかしない。作中でも読者評価でもガランドーの印象が一致するキャラ描けるのすごくないか？一歩間違えれば普通になんだかんだ面白みのあるキャラになりかねんし。ペバムンのワシ様も描写の塩梅に感心したけど伯爵もすげえバランスで描けてるわ。確かに。一切ファンがつかない好感を持たれないキャラを作るのってすげえ難しいんだけどこいつはそれに迫ってる気がする。カルデアに召喚されて心が芽生える。的な展開はやめてほしい。ガランドーならそれらしくずっと空っぽ貫いてほしいな。きっと面白いよ。インパクトもあったし印象にも残ったけど、何一つ心に残るセリフがなかったわ。このおっさん。こんなやつでもバレンタインにお返しくれるんだよな。むしろこのおっさんはそういうのだけはすごく得意だと思う。ちょうど欲しかったけど積極的に手に入れるほどでもない、用意が簡単で、壊れてしまっても問題ないものをすっと出してくるタイプだよこいつ。